ディジダスインはアメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を持ち1984年にピーター・ゴッチャーとエヴァンブルックスによって設立されたデジタルオーディオシステムの設計及び製造を主軸とした企業。親会社はアビット・テクノロジー・インク。カリフォルニア大学バークレー校を卒業したピーター・ゴッチャーとその友人のエヴァンブルックスによって設立された企業で彼らは在学中に 電気工学と理論計算機科学を学んでいた。二人がドラムマシーンの音源が収められたメモリーチップをディジットラムズレーベルから発売したことから事業が始まっている。プロトゥールズの最初期モデルは1984年に設計され製品名はサウンドデザイナーと命名された。そしてこの製品で扱われたファイルフォーマットが製品名のサウンドデザイナーを略した。 SD フォーマットとしてデジタルパフォーマーなどで現在も使用されている。当初のサウンドデザイナーはエミュレーターサンプリングキーボード EMU の音源を編集するために設計されていた。ピーターとエヴァンは名称をサウンドツールズと変えたソフトウェアを1987年に発売されたエミュレータ3に搭載する提案を E MU システムズ社と交渉したが、その考えは E.MU システムズ側に受け入れられず、二人はデジタスイン社を設立することになった経緯がある。サウンドツールズは1989年1月20日に NAM で正式発表されたが、この当時の機能は至ってシンプルそのもので、当時のハードディスクテクノロジー的には運用上で、様々な制約があったため、コンピューターベースで、 ステレオオーディオファイルを編集できるだけだったが、基本的な機能としては、現在のハードディスクレコーディングで行われている、編集作業の原点となる、ノン・ディストラクティブエディティングを可能とする製品だった。第一世代のプロツールズが登場したのは1991年で、たった4トラックしか音声信号が扱えなかったが、アメリカで当時の販売価格が6000ドルと非常に高価な、 価格設定だった。その後は、シーケンサー機能を搭載するために、ミディに対応し、さらに4 4 1 k h z 1 6ビットのリニア PCM フォーマットで扱えるトラック数が増えたシステムへ拡充するための開発が進められた。そして1997年には、プロトゥールズで扱えるトラックは2 4ビットで48トラックまで運用可能となった。 そうしたことから、レコーディングスタジオ等でもマルチトラックレコーダーとしての運用が始まり、現在のプロツールズの地位が築かれることとなった。現在のデジタスイン車種力製品にはプロフェッショナルからアマチュアにわたる幅広いユーザーに使用されているプロツールズを中心にした様々なデジタルオーディオワークステーションと関連機材があり、M、オーディオシリーズではオーディオインターフェースに 社外製品も使えるようになるなど、ワークステーションの中核をなす、製品群との親和性も増し、PA 用のデジタルコンソールシステムも発表するなど、多種多様な機種と共存する中で重要な製品群となっている。ありがとうございます。